スルーペデン、つぶぺたゆうな。これはシルバーフォレストによるいわゆる東方アレンジ曲だが、楽曲の中には2007年のニコニコ初期に流行った音楽が複数オマージュされている。オマージュされているのは二人の文字ピッタン、レッツの音量値、ニコニコナースアイのテーマ、エージェントよりを行く。当時ニコニコ動画を見ていた人ならすべて把握している人もかなり多いだろうね。また歌詞の中には日暮らしの泣く頃にのオマージュもあるよ。東方アレンジ曲としてもニコニコオマージュ楽曲としても非常に有名な曲やから、みんなフルで聴いてみてな。そしてやはりこの曲を紹介するからには一緒に紹介したいのが長島千円乙雄一郎さんやな。千円乙さんはクソ強い格闘家で、キックボクシングや K-1 なんかで日本王者になったこともあるすごい人だよ。そしてなんと2010年の K-1 の千円乙さんの入賞曲にこの曲が使用されたんや。今見てもよくわからない景色だ。しかも優勝するというね。そしてそんな千円乙さんの X アカウントを見てみると、仕事はコスプレ、趣味がファイターとなっている。逆で